新井淳は日本の俳優である。本名は新井淳一。新派出身で現代劇の映画を中心に出演した。1890年1月10日、埼玉県小玉郡本庄町に新井淳一として生まれる。東京に出て、旧姓、麻布中学校を卒業後、五福店に勤務、番頭を務める。俳優を志し、1910年、新派の俳優。 藤沢朝次郎に入門する。藤沢が当時映画出演していた吉沢商店が1912年に他の三社と合併して日本活動写真となった。藤沢は日活向島撮影所に出演し、新井も1914年に入社、日活新派と呼ばれる現代劇に出演した。1923年、藤野秀夫、絹笠定之助、横山運平。 藤川三之助、東武雄、荒木忍、島田か七ら十二名と共に、日活向小島を集団退社、国際活営に移籍した。坂田茂則監督の和室村の娘、村田実監督の父の罪に出演したが、間もなく同社が経営不振のため制作を停止し、荒井は小竹蒲田撮影所に移籍した。国勝は1925年に解散した。 松竹鎌田では、島津安二郎、御所平之助らの作品に多く出演した。満47歳を迎えた1937年、島津監督の兄とその妹に出演したのを最後に俳優業を引退し、以後の消息は不明とされていたが、1943年2月28日に死去したという、満53歳没。屋上の恋人左から堀川奈之助。 松井千恵子、新い、ありがとうございます。